さっきドクターオコーナーが言っていたこと本当なのかしら。あ、なんだい。ザカグループと軍の関係、あながち嘘とも言えないんじゃないか。ありそうな話だよ。確かにね、世の中ってのは大衆が思っているほど複雑じゃないけど、かといって思っているほど単純ってわけでもないものね。どうした。納得できないのよ。全部軍とザカグループの仕組んだことだとして、一つの町を壊滅させてまで何をしたかったのか、そのリスクやコストに見合うリターンがあるのかしら。それにもう一つ納得できないことがあるわ。なんだよ。なんで私たちまでこんなことに巻き込まれちゃってるのかってこと。何言ってるんだ。これは使命なんだ。真実の瞬間に立ち会うのが俺たちジャーナリストに課せられた使命だろ。俺たちはジャーナリストとしてむしろラッキーなんだ。そうかしら。だいたい真実の瞬間に立ち会うって、今までの私たちのレポートのどこに真実があったのかしら。何言ってんだ。いいこと、ブリスコちゃん、よく聞いて。私たちは今までレポートという名目でいいように事件の渦中へと飛び込まされてきたわ。そして都合よく行く先々で化け物に襲われ、事件の主要人物と出会ってきた。これあなたの脳天気な脳みそじゃ全部偶然ってことになってるのかしら。考えすぎだ。君は疲れてナイーブになっちまってるんだ。そういうことにしときましょう。それよりこれからどうするの。軍がワクチンを鉄道で運んでたとかオコーナーが言っていただろう。鉄道は濃霧の発生で全線ストップしたはずだ。終点のグラントパーク駅に行けば積み荷が保管されているかもしれない。なるほど、そこにワクチンを探しに行くってわけね。そういうこと。右へ行けばフォレストビル、アドニスがいるかもしれん。左へ行けばグラントパーク駅、ワクチンを見つけることができるかもしれん。どうする。アドニスが心配ね。フォレストビルに向かいましょう。フォレストビルだな。わかった。もうすぐフォレストビルだ。アドニス、無事でいてくれ。さあ、それではミシガン始まりました。場所はフォレストビルです。ご覧ください、フォレストビル内部です。モンスターの襲撃を免れたのでしょうか。とても整然としています。確かに全然ね。上に行きましょう。全然壊れておりませんね。狭い受付だな。お、生存者か。生存者かな。ショッキング。目の錯覚だね。まあいわゆる我々は俗に言う観測者にされておりますね。そういった事件事故、そういったものは誰か見る人がいなければいけないわけなんですけども。あ、平行移動した。気のせいか。気のせい、気のせい。はい、撃て。危ない危ない。急げ急げ。やばい。やばいやばい。ギリギリやって。危ない危ない危ない。危なかったな。いや危ねえよ。いや全然なんか今うまくあれ合わなかった。うん、ああ危なかったね。危うくゲームオーバーになるのかった。ゲームオーバーにはならないけどね。レポーターがジャスティンお別れするとこあったね。こちらにドアがあります。入ってみます。簡単なレポートだな。ボタンを押します、ボタンを押しましたみたいな。
始まったばっかりの実況。ロッカーの立て付けが悪いようです。始めたばかりのゲーム実況。えい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 。こちらにドアがあります。はい。ダメです、鍵がかかっているようで開きません。はい、あかんやつです。でこちらはどうでしょうか。こちらにドアがあります。ダメです、鍵がかかっているようで開きません。はい、ボキャブラリーが少ないね。でこの音なんだ。こちらにロッカーがあります。歪んでいて開きません。歪んでいる。開きました。邪魔だな。で鍵があるんですけど、これ危ないんですよ。離れてないと危ないんですよ。鍵があったわ。あ、来ちゃった。どこの鍵かしら。やって、そこ、やばいやばい。ブリスコが間に入って危ないからブリスコを、先にやっといて、その間にと思ったんだけど普通に来ちゃいましたね。危なかった。ナイスジャスティン。はい、鍵を手に入れました。ここじゃないんだっけ。でいいのか。あ、どこ行っちゃった。どこ行くの。ついていきましょう。あ、ここなんです。中、ここなんですね。答えはこちらにドアがあります。開きました。はい、ジャスティンについていけば一発だね。そしたらこっちかな。ポン。こちらにドアがあります。入ってみます。簡単なレポートだな。ズームが壊れた。ズームが壊れた。何もない、狭い部屋。ここにはもう何もないようだな。え、わかんない。ここに誰もいなかった。潜入捜査のプロがいるかと思ったけどいませんでしたね。じゃあ出ます。ガチャ。出ようとしてキャンセルして、やはり潜入捜査のプロがいるかなと思って見に行くと、なんとそこには、人形、その人形のさ、取り扱ったカフェみたいのが都内によく宣伝カーが走ってて、あれ怖いよね。まだあるのか知らんけど、3年ぐらい前やたらトラック走ってたよね、人形カフェみたいな。なんか名前聞くと可愛らしいんだけど、なんかあのマトリックスのあの最後の方に出てきて乗る人が乗るアーマーみたいな感じのカフェ。何言ってるか分かんないかもしれないけどね、うん、そういうのあるんで、ネットで調べてもらえば。そしたら鍵がかかってるので、ここであのレポーターに鍵を拾わせます。多分このアングル、多分こ前から見るところ、ね、何かあるわ。小さくてよく見えないわ。多分これね、あの胸元が開けてる子だったらより一層いいアングルだったのかもしれないね。どこかのドアの鍵ね。いいね、その四つん這い好きです。こう後ろからドーンとね、後ろからドーンとしてみたいもんだよね。はい、さあどこかの鍵って言ったらもうここしかないんですけども、もう自分から言ってますんですね。こちらにドアがありますそれ好きだなお前。こちらにドアがあります。開きました。ダメです、開きません。
そしたらもうなんか名残惜しいですけども、次のシナリオに行くとまたもしレポーターが死亡してしまったとしても、飛ばさずに次のシナリオに行けるので、ここで、ジャスティンさんが最後のレポートをしてくれると思います。アドニス来るな。こんなところに隠れて俺に近づくな。何言ってるんだ。助けに来てやったんだぞ。バカが。撃て。うわぁ、無茶言わないで。アドニスは同僚なのよ。そう、ジャスティンにとって、アドニスが同僚なので撃てない。どうしよう。うわぁ、撃てない。今の必殺技がうなった。小芝居が続きます。残念なことにビクンビクン、今の多分必殺技ですね。波動拳コマンドで出る必殺技でジャスティンはやられてしまいました。アドニス、あいつ腕のいい音声マンだったんだ。俺にとっては後輩なんだが、奴のことは尊敬していたよ。せっかく助けに行ったのに何もしてやれなくて、ちくしょう。なんだか虚しい気分だな。グラント爆撃へ向かおう。犠牲になったジャスティンのことはスルーです。ザカ TV の中継者だ。誰か生存者がいるかもしれないぞ。確認しよう。はい、まあ、比べですね、まあ、ジャスティンさんの、まあ、お仕事はここで終了ということで、新しいレポーターの女の子が来てくれます。楽しみですね。こいつはひでえ。運転席には誰もいないようだな。なんだ、なんだ、誰かいるのか。じゃあ調べてみましょうか。オーラか。来た。ブリスコさんじゃない。まだシカゴ市内に残ってたんだ。君こそどうしたんだ。逃げなかったのか。局長から取材命令が出てさ、スタッフのみんなとここまでやってきたんだけど、途中で私だけはぐれちゃった。そうか。俺たちはレポーターがいなくなっちまった。それじゃあここで会えてちょうどよかったんじゃん。そうだな。俺たちは駅に向かう途中なんだ。さあ、それじゃあ一緒に行こう。新しいレポーターです。猛獣のうなり声みたいな音が聞こえてくるし、一人じゃ怖かったんだ。きっとモンスターが近くをうろついてるんだ。急いでここから離れよう。さあポラ、行くよ。さあ、ということで、新しいレポーター、ポーラちゃんですね。ポーラちゃんはですね、漂うサイコパス臭というか、こいつはやべえ匂いがプンプンするぜって。なんとなくそんな感じしますね。私の経験上、ああいう女は危ないと、警笛が聞こえてきます。なあ。冷静に考えてみると、わからないことがまだたくさんあるな。まず第一に、ウイルスの感染経路。感染経路？うん。もしそれが空気感染だとしたら、俺たちもとっくに感染してるかもしれない。そんな、勘弁してよ。何か薬とか、ワクチンみたいなやつはないの？だから今、駅に向かってるんじゃないか。駅？そう。そこにワクチンがあるって情報があってね。なんだ、それじゃ安心じゃない。びっくりさせないでよ。安心するのは早いと思うがね。
そろそろだぞ。はい、こんばんは。ポーラ・オートンです。私たち取材クルーはクラブゴッチでバイオテクノロジー研究者のドクターオコーナーと面会。現在シカゴで発生している悲劇の原因が軍とザカグループによって開発された新型バイオ兵器であるとの証言を得ました。そしてウイルスに感染してしまった人々を救うことのできるワクチンがここグランドパーク駅のどこかにある。後ろを取らせない気だな。果たしてワクチンは見つかるのでしょうか。ほら、恐るべし。こちらが改札です。誰もいません。早い。一っ子一人姿が見えません。でも元から無人駅というわけではないのです。あら、あ、あ、早い。待て、階段はもう一個ある。早い。このおたやろ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ホームには列車が停車しているようです。行ってみましょう。早いやつや、これ。いいですね。くそ、おっ、これは確認しよう。久しぶりのスカートなんでね、もうと干渉したいところではありますが、先に見ましょうか。コーガニア細胞、なんだろう。 DG 細胞しか、細胞はよく知らないですけど、 DG 細胞、あのデビルガンダム細胞です。早い。失踪する。足長っ。なんでしょうね。ご覧ください。はい。この車両は猛獣を輸送するためのものだったのでしょうか。檻のようになっています。でも中には何もいません。檻は一部壊れています。ここから何か逃げ出したかもしれませんね。なんだろう、カードスーツかな。檻で何かを輸送していた。何でしょう。ヒルかな。ガニアウイルス。うん、第一段階。初期症状はなしか。ああ、さっきのアドニスだっけ。うん、これはもうパメラとかですね。音に敏感。なるほど。どこへ行くんだい。どこに行こうというのだね。ちょっと階段がいっぱいあって、この多分サービスポジションなんでしょうけど、意外に足が速くてね、下からのアングルがなかなかショットが決まらない。難しい。ちょっと一回階段のこの縁というかで止まってほしいね。端っこでね、止まってほしいものです。迷わずよく進めるような。何かあったのかい。きっと第三の勘ですね。でポーラが何かを感じ取っているのかもしれない。走るポーラ、走るポーラ。ああ、あ、ここまで無意識に走ってきたのかい。明らかにこれが目当てだったんじゃないのかい。ドクターオコーナーの部下だろうか。
何かのファイルのような。抗ガニア細胞、抗G細胞、 T 細胞、 T ウイルスか。感染予防、あ、銃で撃ち込めっていうの、弾を。怖いですね。注射でダメだった場合は特殊な弾丸で、まあ、遠くから撃ち抜けと。怖いですね。確かに私もポーラに、このポーラに注射したいね。私の、私がその失礼しました私がその注射で、体内に、ワクチンを入れた後にポーラに私が注射したい。これストレートしすぎますね。ちょっと失礼しました。でもそういう、投与の仕方だったらちょっとロマンが溢れる感じですね。そんな感じのエロゲーありそうですね。いや、ある、多分ありますね。多分間違いない。俺がワクチンだなんて、なんちゃって。ワクチン、それはワクチンではないわ、ただのチンよって。いや、楽しくなってまいりました。自分でうまいこと言っちゃったなって。ワクチンではなくポコチンよって。はい、ちょっとこのね、間が持たないとこを非常に綺麗にね、まとめてくれたポーラさんに感謝です。ポーラさん、なんか靴下が合ってないっていうか。はい、次の女性かな。死体です、死体があります。何か手に持っているようです。え、調べてくれ。薬品の入ってたボトルのようです。割れて中身は空っぽです。何が入っていたんだ。なんで裸足なんだ。いや、そんな目で見られてもね。ファイルかな。まあ、研究員さんかな。死に至る、まあ死ぬわな。タブー。あ、だからアルコールはダメなのかね。自分でアルコールはダメだっていうふうに、うん、どっかのアホが言って。書いてあるわね。塩化ナトリウム。死体を死因する。塩化カリウム。塩化マグネシウムか。なんかこの薬で培養液を作るんだって。これ何かで代用できないの？私よく飲むスポーツドリンクにこんなの書いてあるけど。確かに。何？マジかよ。お尻の方の。コンビニとかに置いてあるドリンクだから。見てみればわかるだろうけど。黒なのかな。そうか、確か近くにコンビニがあったはずだ。行こう。コンビニか。何これ。何これ。聞かないやつや。それもう逃げるしかないですね。正面からまともに戦っても勝てる相手じゃない。さあ、なんかよくわかんないんですけど、これを放火すると、あの列車が来る、列車が来て、出ちゃう。そんなとこにいるから。アホですね。おーい、今何か聞こえなかったか。おーい、おーい。というか、これどうしようか。おい、あんたたちどっかのテレビ局か。ちょっと助けてくれないかな。足を怪我してホームに上がれないんだ。怪しいよね。さっき怪物がいたところに、あんた何撮ってんだよ。俺までも見せ物にする気か。早く引き上げてくれねえかな。これ忘れると、早く早く、おっさんが来てるだろう。お前来てる。
あ、ごめん。何やってるんだ、なぜ助けない。そんなにスクープが取りたいか。いや、ごめん。人の命よりスクープが大事だってか。ああ、いや、忙しくて。お前にはがっかりさせられたよ。この仕事が終わったらお前とはもう組めん。やってられんよ。ものすごい怒られちゃった。いや、絶対今の怪物だって。これがおっさんの肉片です。ポーラなんか全く無反動だもんね。まあ、助けると、おっさん、CIA かなんかなんですよね。で、その身分証が取れるんですけども、多分みんな助けてると思ったので私は助けませんでした。はい。弾頭に薬品を詰めることができる特殊な弾丸だな。君のピストルにも装填できるはずだ。私のですか？よくわかんないけど、これで化け物を撃てばいいの？ああ、薬があればの話だが。それじゃあ行くわよ。私の弾丸にも、違う、私のピストルにも弾丸を詰め込んでほしい。とりあえずこれで、あとはじゃあ薬を成分が分かったので、簡単に作れちゃうのかって感じですけど、薬を、作りに行くためにコンビニに向かいます。なんでコンビニやねん。なんか、まあ、おっさん助けなかったのでこのままもうクリアしちゃって OK です。もう行こうよ、ブリスコさん。レポート終わったんでしょ？よし、コンビニ行くぞ。はい、というわけでコンビニに向かいますと。